皆さんこんにちはこんばんはココメチャンネルのショーが今日は黄金のマスクについてお話しいたしますよろしくお願いいたしますまあこれはね有名ですよねこの画像ですけどもツタンカーメンの黄金のマスクこんなに素晴らしい芸術作品ないですよこれ材質がですねもう全部金純金なんですよすごくないですか純金ですよで まあいろいろ彩りがされているじゃないですか。これ全部ね、宝石なんですよ。黒曜石。ね。あと、まあターコイズとか。もう宝石を散りばめて、まあ色合いを深めているんですけれども。いや、これってすっごいんですが、これね、あのー、まあ大体サーカーメンが、まあ、即時したのが紀元前1300年ぐらいだと言われているんですよ。まあこれも正確にはわかんないですけど、 まあおよそということですよね。ということは、3、4三四千年前の話になるわけですよね。でこれ、1925年、ちょうどまあ100年ぐらい前にあの、イギリスの探検家によってですね、王家の谷というところを、まあ、あの採掘調査していたら、これが出てきたんですよね。で、今はあのカイロの博物館にまあ収蔵されてですね、展示されて。 世界で一番有名な芸術作品だと言われているんですよ。で、これ、あの、高さがですね、54センチ。横の幅がですね、49センチ。まあ、奥行きがだいたい40センチぐらいあるんですけども、まあ、そんなにすごい凄まじく大きいわけでもないですよね。要するに、あの、ツターカーメンの王様のね、 顔にに合わせせててその上にかぶせられていたマスクなんで、すよでこれ、科学者とか考古学者、そして、まあ、あの金属を扱う専門の,、まああの、世界のトップレベルの人たちが、まあ、これを検査、調査したわけですよ、このマスクをね。で、まあ、もちろんエジプト政府の許可を得て、いろいろ調査あの、まあ、調べてみたんですよ、研究をですよね。 傷つけてはいけないので、まあ、そんなにはね、あの、掘ったり、削ったり、割ったりできないじゃないですか。まあ、とりあえず、まあ、周りから観察して、で、まあ、あの、顕微鏡みたいのを上に設置してみたりとか。で、どう考えても、これ、整形型なんですよ。あどういうことかって言ったら、流し込んだんですよね。で、型に流し込んで、一体整形。要するに、こう、もう、この型を作って、流し込んで、このマスク全部を一 一体、要するに、どこにも継ぎ目がないんでね。あの、一体化で作った。と言われていたんですよ。ずっと。要するに、人間が見ても、顕微鏡で見ても、触っても何しても、専門家が見ても、まあ、継ぎ目がないんですよ。どこにもね。これはどうやって作ったんだということ流し込んでこの形作るの大変なんですよ。いや、すごい技術だなと。 これ流し込んで、あの金、純金をこの大きさで、この量で流し込んで、この形、今でもこれできないんですよ。無理なんですよ。あの、要するにこう立体がすごすぎて。で、いや、これ当時はすごい技術だったんだなっていうふうに感心していたんですがですね、間違ってたんですよ。これね、あの、エジソン政府の許可を得て、エクス線写真、まあレントゲンですよね。 にかけていいかって言って、許可が出て,てイギリスの研究家がね、レントゲンにかけたんですよ。で、その画像がこちら。まあ、ちょっとわかりにくいですけど、えー、まぁ、あ、十いくつかのパーツが、接合されていたんですよ。くっつけて、要するに、まあ、プラモデルですよね。組み立てたんですよね。別々に作って、くっつけたんですよ。 これが溶接だっていうんですね、溶接。まあ、あの、要するに金と金を溶かしながらくっつけたんです。ところが、なんでこうね、あの、これみんなびっくりしちゃってるんですけど、なんでびっくりしたかっていうと、あの溶接、今の溶接の技術、人間のね、どうしても溶接の跡が残るんですよ。どうやってやっても残る。これ残ってないんですよ。 あとが。これは今の科学では、この溶接はできないんですよ。要するに全く溶接の跡がないんですよ。いや、これ本当にあの、ビルとかのね、あの金属を溶接したりとか、まあ溶接の芸術家の方に聞けばわかりますけど、あ,あそうそう、私あの、溶接の、えー、鉄の芸術家とかいマ熊さん、あの方をよく知っていて、あの、今ちょっと遠くに住んでるんでお会いしてないんですけど、前、まあ、あのー、 山梨に住んでた時に、白州だったかなあの人の住んでるところはね。あの何回かお会いして、で、よくあのホームセンターで一緒に買い物したりとかあのしてたんですよ。で、あの方が、あの、ま、溶接をね、今はまやってないみたいですけど、鉄の溶接を結構やっていて、グーンとか言ってやっててね、あの、火腹散ってて。で、あの、あとは、やっぱりどうしても残っちゃうって言ってましたよね。 この後がまあまあ味があっていいんだよって言ってましたけど、だ溶接って絶対後残るんですよ。だから見たらわかるし、触ればわかるんですよね。だから溶接の跡がないものっていうのはないんですよね。溶接した場合はですよ。でも、あの、このスター,カーメンのマスク、溶接の跡が絶対に誰にもわかんないんですよ。レントゲンを取って、おやおやこれ溶接じゃないかということで、 で専門家がまあ来て、いろいろ調べたら、これは溶接だねと、要するにプラモデルみたいにバラバラなものを、十何個のパーツをね、これ溶接で、耳もそうなんですよ、耳、両耳もね、くっつけたんだっていうの分かったんですよ。で、どうやってくっつけたか、ここまで、要するに、跡がなくね、くっつける技術、これ、今の人間にはないんですよ。我々にはできないんですよ、これ。 我々にできないことを3000年、4000年前の人たちがやってたんですよね。だからピラミッドも作り方わかんないんですよ。あのー、いろんなコメントをいただきまして、あのー、まあ、粉に水をね、まあ、混ぜるような形で砂と粉、まあ、砂がね、砂漠だからあったから、あのピラミッドは、あの、それで、まあ、あの、モルタルですよね。セメント。で、まあ、固めてね、 で、成形して、で、運んできたんじゃなくて、切り出したんじゃなくて、そういうコンクリートなんじゃないか。まあ、モルタル的なものとか、コンクリート的な、まあ、ものなんじゃないかっていうふうにね、あの、書かれた人いましたけど、面白い、まあ、説ですね。まあ、そうかもしれないですよね。まあ、どうなってるかちょっとわからないですけど、もう私にはもう想像がつかないけど、まあ、なんか、私が思うには感じるところですよ。なんか、宇宙人がやってきてね、 でか彼らにとったら、朝飯前まなので、なんか岩場の500キロぐらい離れたところでもね、あの、もう頭の中で、ピッピッピッって切って、四角くして、で、もう切れちゃうんですよ。ピッ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 って。宇宙人だからね。我々の、もう、なんだろう、持ってない能力を持ってるわけでしょ。孫悟空みたいなもんですよね。で、切って、うんって、ちょっと、あの、念、ね、じると、その岩が500キロ飛んでって、思ったところにドーンと落ちてね。 で、それをパンパン、バンバン繰り返していっただけなんじゃないかと思うんですけど、まあそういう人がいたんじゃないかと思いますよ。まあつまりだから人間から見たら、あまりにもすごいので、まあ神様ですよね、それはね。だから神様っていうものなんですよ。まあものっていうかすごい人なんですよ。うん、だからそういう人が何人か来ていて、で、昔、まあこれはもう素晴らしい、すごい人たちなんだということで、まあ神様っていう、 人間よりもクラインがすごく上の人たちなんだという位置づけを、まあ、したんじゃないかと思いますよ。で、今の人たちがね、いや、そんなことあるわけないいや、それは自分たちにはできないからね、我々にはできないからそんなことあるわけないって思うってことなんですよ。いや、そんなね、あの、小さなね、あの思考力、ね、狭い気持ちでどうするんだって話ですね。うん、だからこのツタカーメンのね、黄金のマスクも、 謎が謎を呼ぶわけですよ。だけど、事実はね、溶接だったんですよね。でも溶接の跡がない。で、この溶接は今の人間にはできないんですよ。絶対に。まあ、これから300年、400年ぐらいまでできないでしょ。この溶接は多分ね。まあ、400、500年ぐらに何かね、あの技術があの上がってね、まあ、できるようになるかもしれない。あのレーザーでカット あのレーザーカッターあるんですけど、レーザーでカットするときれいに切り口がね。で、そうやってレーザーで、まあ、溶接すれば、あの、すごくきれいにいくっていうんだけど、それでもね、専門家が見たらね、あの、わかるらしいですよ。レーザーの溶接でもね。あの、あとは、かすかに残るんですって。でもこれ、レーザーの溶接の後も、もうわかんないぐらいないんですよ。だから、レーザーを超えたものがあったらしいんですよね。まあ、だから、我々より優れてたってことでしょ まあこれはもう宇宙人ですよね。まあ人間じゃないと思うんですよ。まあ当時の人間が宇宙からの技術をもらってね、教えてもらって、まあ優れた技術を身につけていたのかもしれないしね、宇宙人がその、まあ,あのその人たちがね、宇宙人の人たちが、まあ自らやってくれたのかもしれないしね、それはわからないですけど、まあ、とにかく、まあ、人間じゃないということですよね。元はね。うん。ということで今日はツターカーメンのマスク。 重大な秘密が隠されていたというお話でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。